事の時間だぜ、ワルビル。戻れ、ワルビル。近頃の若えのにしちゃなかなか根性のある攻めだったぜ。しかしいつまでも調子に乗せとくわけにはいかねえな。仕事だ、ガマガル。カッコつかないだろ。着任したからには一発決めないとさ。今日付けで俺の部下になったんだからガッツ出してこうぜ。お言葉を返すようですが、イーグルマン大佐。ダン、親しみを込めてダンと呼んでくれ。そう言っただろ。ミスターダン、このドラグーンは地対空ミサイルでして、洋上の艦艇を撃つようには。撃てるよ。上に上がるなら横にだって飛ぶさ。おい貴様。は、貴様は何者だ。シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか。祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。三列目、後ろ向け。貴様は何者だ。はっ、トロストク出身、トーマス・ワグナーです。声が小さい。トロストク出身。貴様は何者だ。トロストク出身、ジャン・キルシュタインです。何しにここに来た。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。誰が座っていいと言った。こんなところでへこたれる者が憲兵団になどなれるものか。ベガよ、これ以上人の世を乱すことは拙者が許さん。その女を置いて去るがいい。なんだと。もし少しでも余計な動きをすれば、拙者の苦内がお主とこの乗り物の両方を破壊する。目を覚ませ。こんなところで力尽きてしまってよいのか。お主の使命はどうなる。人の世を守るためお主は死んではならぬはずだ、ローズ。なんだ。我は扉の下者なり、冒険者たち、我が前へと進み出るがよ。好きな棺を選ぶがよ。さすれば汝に魔物をほふる武具を与える。では進むがよい、冒険者たちよ。誰。我、人参ダイオットが一人、空を羽ばたく鋼の翼カムイなり。ミディシティ最大の危機、その少女の力が必要。我がその任務を受けたま。聞こえるか。ペーパー将軍、どうしたんです。アンドルフ軍によりコーネリア都市が攻撃を受けている。敵の狙いは私だ。どういうことだ。この通信は君だけに送っている。気づいていると思うが、アンドルフが再びあの装置を作ったようだ。はい。例の件は当分君だけで進めたまえ。他の3人には決して気づかれないようにな。了解しました。奴をここへ連れてこい。フォックス・マクラウドか。昨日の夜は雷に驚いて池に落ちちゃって。大丈夫だったの。うん、お灸みたいな変な建物の中で雨宿りしてるうちに眠っちゃった。へい、嫁のジャサイデン、レテトレゴフォリー。ブラーブラー。この体に流れるオロチの血をエネルギーと融合させる方法さえ分かればよいのだ。そうすればあいつなど敵ではない。この私がついに世界最強となるのだ。ドビー、たかが小娘一匹、この足狩りのモリッドが合わせてくれ。うえっ、
なんだ